中国古南省の平打ちライスヌードル、ライスヌードルと書かれた方の乾麺ライスヌードルは米の粉で作る麺類の総称。太さ、形状、産地によって異なる名称を持つ。米だけでなく、じゃがいも、タピオカなどので塩分を加えて食感を向上させたものもある。日本では麺類という言葉で主に細長く加工した主食用の食品を総称するが、 中国語の麺は小麦粉をこねて作る製品を指す。一方、中国語で米を原料に作るものは粉と称する。日本では米を原料に細長く加工した主食用の食品はさほど一般的ではなかったため、個別のタイプの加工品の呼び名はあっても各種を相乗する適当な言葉がなかった。最近、米米とも呼ばれているが、英語の表現を用いた、 ライスヌードルほど定着はしていない。東南アジアを中心とした各国で異なる材料、加工方法、太さ、形状、調理方法のものが食べられており、日本ではエスニック料理のほかクルテンフリー食品やセリアック病の認知度の高まりから米粉麺が広まりつつある。新しいライスヌードルとして日本では うどんやラーメンの代用品が、ベトナムでは、マカロニ、ペンネ、コンキリエ、フジリといったパスタと同じ形状のものも作られ、始めている。中国雲南省の米線の代表料理、カハシ米線香港の炒めせこ関東の布へしゃげョコ、ベトナムの方の調理例インドのセバイスリランカの蒸した、イディアッパムハワイのチャウハー日本では、県民食品が1960年に味付きの、 即席焼きビーフンを製造販売したのが先駆け。エースコックは2006年にカップ入りのライスヌードルと称する平打ちをスープで食べるものを販売開始した。海外でも中国、台湾のビーフンのほか、タイではビーフン、クイティアオガ、ベトナムではフォーガ、シンガポールではライスヌードルのカップ入りラクサが作られるなど各種のインスタントライスヌードルが製造、販売されている。 日本では、県民食品が、冷凍食品の焼きビーフン及びフォーを販売している。麺にも、粉にも、粉末という意味がある。21世紀の食革命、米の麺、J 麺群馬製粉株式会社腰の、香り農研機構腰の香りから、米粉、米麺に適する高アミロス米、農研機構中央農業総合研究センター、北陸研究センター、 ワールドビジネスサテライトザ・行列テレビ東京系列2018年1月12日放送伊藤忍のベトメシ大前第9回ウィキメディアコモンズにはライスヌードルに関するカテゴリーがありますありがとうございます